100人一種の年江年へ研究2年頃は平安時代末期の僧、家人。父は源の年より。母は立花の厚高の娘。早くに東大寺の僧となり、年へ帽子とも呼ばれる。17歳の時に父と死別してから約20年もの間、作家活動から遠ざかっていた。現在、 年絵作と伝えられている歌は千百種余りであるが、その多くは四十歳以降に読まれたものである。白川の自房を、歌林縁と名付け、そこに、藤原清介、源、頼政、院府門院、大助など多くの歌人を集めて盛んに、歌会、歌合わせを開催し、衰えつつあった、当時の歌談に、大きな刺激を与えた。 鴨の長命の詩で、その家論は、無名称などにも見える。風景と心情が重なり合った象徴的な美の世界や、余剰を重んじて、多くを語らない中性的な、物静かさが漂う世界を、和歌の上で表現しようとした。同じく有限の美を表そうとした、藤原春勢とは、異なる有限を確立したと言える。鹿和歌集以下の直線集に日集。歌演唱。 歌林賞などの先週を編集し、歌集には、林場は歌集がある。なお、無名賞の春勢持参家詞によると、自らの持参家は、三好野の,の山垣曇り雪降れば、麓の里はうちしぐれつつで、もし世の末におぼつかなく言う人もあらば、各こそ、一種かと語りたまえとある。年へ防止に関するカテゴリー。ありがとうございます。